まさかの仮面をかぶってないタイプの、はい、そうそうそう、いいよ前に、ね、どうぞどうぞ、あ、かわいい、というわけでかわいいよ、今回の新メンバーはこの3人となります。イエーイ。19歳、今宮真奈です。あの、知ってる人も多分いると思うんですけど手を振るな、そこは知らん振りしとけ、よろしくお願いします。おーい、真奈ちゃんが実はドリームランドのメイドさんをしてるので、そう、ドリームランド行ったことある方はね、知ってるかもしれない、うん、じゃあいいかな、はい、じゃあ次のこう、いいよ、どうぞ。はい、宮瀬瑞穂20歳です、よろしくお願いします。お姉さんって言葉ちょっとおかしいね。みずほちゃんはね、とっても歌が上手だからね、そう、21のお披露目楽しみにしててください。おい、そしてどうぞ、どうぞ。はい、高校1年生15歳の柴田美里です、よろしくお願いします。イエーイ、高校生、そう、トマト選手に高校生が入りました。東方というかね、そう、前にもいらっしゃったんですよ、選手にはね、小学生と今ね18以上しかいなかったんだよね。応援しかいない、いわゆる応援しかいなかったんでね。そう、そうですよ、高校生ですよ、 JK ですよ、 JK だよ、 JK ですよ、 JK 好きでしょ、 JK。 いや、みんな JS が好きなんだ。あー、そうだよね、なるでもフルーティーの人気見てると JC の方がなんか人気な感じするけどね。あ、ごめん、なんかシリアスな方行っちゃって。はい、というわけでね、今月の21日からアイドルバスケット、はい、モールに会場変更になりました、はい、アイドルバスケットからこの8人でライブやっていこうと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。イエーイ。ちなみに担当からはまだ秘密です。イエーイ。あ、なんか別にどうでもいいみたいだよ。あ、どうでもいいか、そうか、担当から重要なのにね。楽しみにしといて、分けてかって言っといて。というわけで今日入場した方全員に、3人と2分ずつの交流がついてますので、はい、皆さん、ね、話してみないとね、分かんない、そうなんですよ、話したら始まっちゃうかもしれないからね、みんな、あ、本当ね、そう、スタートダッシュを、スタートダッシュ決めてください。ぜひお時間のある方はこのまま残って皆さん交流していってください。はい、イエー、はい、というわけで新メンバーでした。イエーイ、イエーイ。交流に取っとかないと思う。あんま見せすぎると思う。そうそうそう。